現在関西遠征中のホテルでインスタのとある投稿を発見。それがこちらの水野直営店、水野公式オンライン限定販売の軽くて飛ぶレガシー。これに関しては正直ここまで出てこなかったシリーズでして、めちゃくちゃ興味がありました。そして自分ちょうど大阪にいましたので、水野大阪茶屋町店に行って実際にこの軽量レガシー試打をさせていただきました。4店舗しかないってことだったんですけど、こんな感じです。上が軽量レガシー、下が通常のレガシーですね。ちょっとウレタンが異なっております。そしてスペックはこんな感じ、680、690、700と、これまでのレガシーと比較するとかなり軽くなっております。では映像どうぞ。レガシー感がないんですよね。軽いウレタンなかなか出てないと思うんですけど、レガシー感がないですね。自分レガシー重たい人なんで。飛距離をロンティーで一発勝負したら、さすがにこれまでのレガシーとかメタルの方が飛ぶと思うんですけど、軽量は本当にパワーがそこまでない人でも扱えるレガシー。写真で見た感じは結構先っぽだなって思ったんですよ、バランスが。なのでちょっとなんだ、ノックバットというかヘッドバランスなのかなと思ったんですけど、まあ実際に今83これ打って680なのでめちゃくちゃ軽いです。でこう並べるとウレタンのこの下のウレタンの量っていうんですかね、長さがこれまでのレガシー、普通のレガシーのが長いんで、そのウレタンの長さで言ったら、まあ、軽量化してる分短いんですけど、でも、まあ、自分はそんなにこう大振りするバッターではないので、操作をしたいけどウレタンも使いたいみたいな、はい、人は結構合うと思いますね。なんか写真で見るよりも癖がないですね、振った感じが。これがメタルですね。メタルと軽量ウレタン、じゃ軽量レガシー、こっちの方がスタイリッシュで、本当にパワーがあって触れたら全然メタルとか通常のレガシーでいいと思うんですけど、なかなかこうレガシー重たいなとか、 T では自分好きなんですけどレガシー、試合だと多分触れないんで、重くて触れてないので、だったらこういう軽量レガシーはありかなと思います。でまあ水野だとエリプスっていう軽量のウレタンバットあったんですけど、これよりも打感はしっかり手に乗りますね。これの方がなんだろう、ミートというか太さがあるんでミートはしやすいと思うんですけど、やっぱり反発のパワー見ちゃうとこっちの方が全然上なので、コツコツ当てたい人はエリプスでいいと思うんですけど、まあある程度のそのこれまでなかったそうですよね、レガシー、エリプス、ここみたいな操作性もあるし、まあ、飛距離は多分レガシーの普通のに勝てないと思うんですけど、そこそこついていけると思います。これ普通のレガシーですね、83、710。これ多分ロンティーは自分結構いけるんですけど、試合だと出てこないんですよ、ヘッドが。オキティぐらいならいい打球で早く行くんですけどね、けどこれ試合だとやっぱりこうピッチャーとの間合いで打ちに行くとちょっと刺されるというか、イメージ通り出てこない、まあ、それ技術の問題なんですけど、イメージ通り当たらないのでちょっと重く感じるんですよ、バランスもあって。エリプスですね、これは自分も持ってます。軽くてこういうコツコツコツってこういう操作性はすごい高いフレタン、太いんですよね、太い。フレタンなんですけどポーンってこう軽いんですよ、ポーンって。レガシーってこう皆さんグって乗るイメージあると思うんですけど、それがある軽量なんですよ。多分これ皆さん伝わると思います。エリプスがあってレガシーとかメタルがあってこの辺に入ってくるっていう、なんでかなり需要はあると思うんですよね。しかもカラーがライムっていう感じなので、個人的にはすごい評価です。これまでいろんな色ありましたけど、サックス、レッド、ゴールド、オレンジとかいろいろありましたね。ブルーもありましたし、いろいろあったんですけど、これもあったですね、ライムもあったんですけど、ちょっと形状が変わってます。そうっすね、一回多分自分落ちないっすね、落ちてもいいんですけどバッティングは、でも試合ではちょっと自分
こう出したい人なんで、レガシーほど重くないんで、なんだろう、イメージ通り出てくるというか、そんな感じはあります。というわけで、水の大阪で多分 YouTuber 最速手段になったんじゃないかなと思います。動画的にも多分、まあ、自分はこれまで、まあ、重いバットレガシーとかレガシーメタルとか、あの試合で使ったことが本当に10打席もなくて、あのシダとかはしてるんですけどね、ずっとギガキングからの、まあ、今回今年ワニカルでって話だったんですけど、部類的には軽量ウレタンってほんと少ないと思うんで、それはすごい良かったんじゃないかなと思います。ぜひですね、直営店ではシダができて、購入も1月の12とか言ってましたね、12ぐらいから販売されるってことだったんで、ぜひ気になる方は行ってみてください。83、84、85ありました。というわけで本日は数日後に発売の軽量レガシーのレビューでした。個人的にはめちゃくちゃありかなという感じです。というわけで本日は軽量レガシーということで、水の大阪茶屋町店さんでシダをさせていただきました。ちょっとレガシーが重いっていう人にはかなりおすすめなんですけど、プラス夏場の体力が落ちてきた時のいつものレガシーユーザーにもおすすめなんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さん気になる方はチェックしてみてください。鬼つかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、たださようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No hold no hold no my life No hold no holdおっしゃ。そして今月のプレゼント企画はフォーチュンフィールドのオイルセットプラス Z の卓上カレンダー、こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。